台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦開墾がついに動き出したみたい。ついに念願の一番艦ってわけだな。今回は台湾初の自国建造潜水艦開墾について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開墾とは古代中国創造上の巨大魚の名で、台湾で初となる国産潜水艦でその一番艦が、台湾南部高雄の造船所で9月28日進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、蔡氏は進水式で念願叶ったということか、艦無用の様子だったみたい。開墾潜水艦が近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもないよね。台湾の潜水艦を中国は身の程知らずと非難したよな。しかし非難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているぜ。通常動力型潜水艦開墾は、通常型としては大きい艦隊でその名にふさわしいと言えるが、と入っても、同タイプの海自最新型潜水艦大芸型よりは、小さいらしい。開墾の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので大芸型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われるね。アメリカの最先端技術が使われているから、大芸型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いみたい。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウは持っていないんだ。ではどうやって作ったのかってわけだけど、これにアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があったよ。要は民主主義勢力連合というわけだな。日本にも参加要請があったらしいと噂されているけど対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているみたい。自分で作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるみたいだけど、台湾は国際的にも非常に微妙な存在だから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるよ。世界の多くの国は中国との国交を選んだから、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本もそんな国の一つだね。だから台湾へ武器を輸出したら一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止という報復に出るのがいつものやり口だぜ。具体例だが、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けていて、唯一の例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているわけで、正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないというアメリカのある意味柔軟な上手な方針と言えるわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になったことは中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないだろうね。もし台湾が外国から輸入しようしたら、相手国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたかもしれないけど、今回はその手は効かないってわけ。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったから。台湾はロシア・ウクライナ戦争を見て、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保すべきと痛感したんだろうな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しているぜ。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から相手を狙える距離の長さだね。中国が着上陸作戦に出るとしたら、当然ながらミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー防空設備、軍港などとなっているよ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、
中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始し、また射程 1200km の改良型も開発中みたい。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられ、ミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されるよ。領地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずなんだ。これは軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルだから、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに遭う危険性があるってわけ。だから、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるぜ。しかも10発以上の搭載を目指しているという説、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、公海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるらしい。こういった潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いなく、万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威が失墜するのは間違いないな。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介していくね。台湾潜水艦は中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では全く勝負にならないと考えられていた。しかし今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海困窮潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開は愚か、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。そして当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下でこっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となればこの海域に進出した中国潜水艦が、西側の潜水艦や、対潜哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は言うまでもなく火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自分の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう以上が想定されるシナリオなんだって。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと言われるし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようだね。一つ言えることは、中国集大成が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こして、ヤブをついて蛇を出したようなものなのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国が国産ジェット戦闘機として開発を進めている第 4.5 世代ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの設計図や、同じく国産汎用ヘリコプターである KUH-13 の関連資料などの軍事機密資料を販売するという、コメントがテレグラムなどの SNS 上に投稿されたみたい。これによって、韓国軍国家情報院警察などが合同で捜査を開始したことが報じられているな。
今回は韓国軍の兵器関連機密資料が流出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、それによると、スリオンの部品と見られるパーツ写真や KF-21 の設計図など、軍事機密に関連する文書を売るという投稿が昨年頃からテレグラムなどに何度か登場していたとされ、これを発見した韓国航空宇宙産業 KAI が、この投稿とアカウントなどを国家情報院など捜査関係当局に通報したみたい。国軍防庁司令部や国家情報院に韓国警察などは現在、軍事機密保護法及び防衛産業技術保護法違反などの容疑で合同捜査しているとされているけど、現時点では捜査中ということもあってことの真相を伝えるコメントは発信されていないんだって。この報道を受けた日本のインターネット上ではもしこの軍事機密情報流出が真実であったとしても、開発段階ですでに時代遅れの戦闘機と評価されているポラメや、国産化しようとして事実上失敗し、さらに様々な欠陥が明らかにされているスリオンの軍事機密など大した価値がないとして、ポラメやスリオンの機密が漏洩することよりも、それらに技術移転として提供されているアメリカなど他国の軍事機密の漏洩を心配する声が広がっているね。事実ポラメの国産化については 65% 程度との見方があり、とても国産戦闘機などと呼べるものではなく、スリオンに至っては動力伝達装置を構成する部品約450点のうち、エアバスヘリコプター側との間で技術移転して国産化すると契約した部品134点しか達成できず、さらに韓国国内で量産可能なレベルにまで到達した部品は約80点でしかないとされているぜ。さらにスリオンの開発が完了した後の調査によって、実際にスリオンに搭載された全ての動力伝達装置がエアバスヘリコプターの製品であることが確認されるなど、韓国の監査院では1兆3000億ウォン約1400億円が投入されたとされる国産化計画は事実上失敗したと見ているらしい。これらのことから、ポラメやスリオンの軍事機密漏洩はすなわちアメリカをはじめとする、西側諸国の機密情報が漏洩されるに等しいとして問題視されているのであるが、ここ数年はアメリカ軍の兵器などに関する情報などをはじめとする軍事機密が韓国から中国やロシアなどに漏洩しているとされる疑惑が吹き出しているってわけだ。2023年4月10日にはアメリカのニューヨークタイムズ紙が、同月9日までに SNS 上において米当局が韓国政府の通信を傍受していることを示す文書が拡散したり、ウクライナの防空システムの急防に関する記述があったりしたことなどがあったと報じたよ。ニューヨークタイムズ紙によると、流出した文書にはウクライナへの砲弾支援をめぐる韓国政府高官らの発言記録があったとされ、それにはウクライナに殺傷兵器を提供しないとする韓国側の原則を変更して兵器を提供するかどうかを議論する内容が含まれていたみたい。アメリカ側はこの韓国による機密漏洩を大きく問題視していて、11日にオースティン米国防長官が韓国のイ・ジュンソプ国防相と電話会談を開いて、米国の機密文書流出に関する報道について説明した上で、今後アメリカ側と緊密に連絡を取り合って真相究明に協力していくことを発表したんだ。韓国によるアメリカ軍などの機密情報漏洩について過去には、2022年4月29日には北朝鮮の工作員から多額の仮想通貨を渡されて韓国軍の軍事機密を流出させたとして、韓国陸軍の現役大尉が、国家保安法違反容疑で逮捕起訴されていたことが発覚して韓国メディが大きく報じたな。この陸軍大尉は北朝鮮工作員と直接接触したことはないとされ、通信アプリテレグラムでのやり取りで取り込まれて指示されていたとして、オンライン上で北朝鮮に取り込まれてスパイ活動した現役将校の摘発は戦後において初めてだというぜ。この陸軍大尉は2022年1月に北朝鮮工作員の指示で、韓国軍の演習時などに各種情報をやり取りするための合同式統制システムへのログイン画面などを撮影して、工作員に送信した疑いが持たれており、この陸軍大尉はオンラインコミュニティで知り合った韓国人の友人から、この北朝鮮工作員を紹介されてテレグラムだけでやり取りしていたと自供したとされているらしい。
ネット賭博などで多額の借金があり、工作員から4800万ウォン約500万円相当の仮想通貨を受け取っていたとみられ、軍事機密の撮影に使う時計型隠しカメラを隊員に送るなどした暗号資産投資会社の代表も逮捕起訴されたね。なおこの代表もまた、多額の仮想通貨を受け取って工作員に取り込まれていて、別の韓国軍将校にも軍事機密の持ち出し話を持ちかけたようだけど、これについては失敗したんだって。それ以前にも韓国軍幹部による機密情報漏洩は存在していて2015年にも発生していて、韓国の軍検察は2015年7月10日、軍事機密を中国に流出させたとして、キツトム司令部に所属する海軍少佐を軍事機密保護法及び軍刑法違反機密漏洩の罪で起訴する事件が起こっているんだ。この海軍少佐は2013年6月から2015年2月にかけて、韓国海軍艦艇に関する軍事機密1件と軍事資料26点を中国情報機関関係者とみられている中国人男性に渡した疑いが持たれ、その少佐は見返りとして中国の諜報員から金銭や接待を受けていたんだって。キツトム司令部とは、軍事機密の保護や流出防止を防ぎスパイの摘発などを担当する重要な部署であり、にもかかわらず、このような事件が発生し、2015年4月に複数の事務職員が内部文書を兵器仲介企業に渡して逮捕されたのみならず、5月には幹部2人が銃弾3万発分の弾倉をレバノンの業者に横流したとして摘発されるなど、常識では考えられないような不正が続出していたぜ。なお、これらの韓国側による機密漏洩について米国防総省関係者が特に韓国側への怒りをさらけ出したのは、この海軍少佐の事件に関連して、アメリカの最新鋭防空迎撃システム高高度防衛ミサイル THAAD に関する情報を含む機密漏洩の可能性を報じたためとされているな。THAAD は当時、アメリカ軍が弾道ミサイル防衛 MD システムの中核として韓国国内への配備を目指していたよね。このシステムは迎撃ミサイルとともに、北朝鮮のみならず中国のミサイル基地の存在をも丸裸にする高性能な早期警戒レーダーが配備されているため、中国は韓国への配備を激しく非難して猛反対するとともに、THAAD に関する情報を切望していたとされているよ。軍事機密の保護を主任務とする韓国軍のエリート幹部が積まれた金に目がくらみ、あろうことかアメリカ軍の最高機密情報を中国に平然と漏洩していたというわけだ。このことは韓国軍に不正がはびこっている実態を物語り、同盟関係を結ぶアメリカの怒りを買っていたのであるが、今回の機密漏洩事件はまたしても韓国軍のモラルの低さを証明したとして、アメリカの韓国に対する信頼は地に落ちたとまで言われているな。韓国では2024年2月に、ボラメの開発を共同開発の形で支援しているインドネシアの技術者が、開発関連資料をボラメの開発を進めている韓国航空宇宙事業 KAI から持ち出そうとしたとして当局が摘発したことがあったぜ。そのボラメの設計図そのものを販売するという SNS 上の書き込みが真実であったとするならば、韓国が威信をかけて開発を進めてきた国産ジェット戦闘機は、すでにその機密が世界にさらけ出されたことになり、もはや導入を検討する国はなくなるであろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がイージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定でロールスロイス社の、MT30 エンジンを2機搭載するという情報をキャッチしたよ。今回のイージスシステム搭載は空前のデカさに変わるらしい。トマホークも搭載するようだが、これにヤマトの称号がつくのか気になるところだな。今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部にロールスロイス社 MT30 ガスタービンが採用される件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今後の日本の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、防衛省ではこの2024年度の防衛予算の中にそれを担うイージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されているね。
この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが後者と別と示す意図があるんだ。ただしイージスシステム搭載艦は当初より日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえばそうとも言えず、2017年末の時点では陸上配備型のイージスアショア鬼 Z 軍、アメリカから調達することが決まっていたぜ。このイージスアショアは翌2018年には1セットずつを北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛 BMD を担当することが起訴され、それに伴う地域への説明会なども行われていたらしい。しかし2年後の2020年6月、当時の河野防衛省はイージスアショアが弾道ミサイルの迎撃用に用いる、リム161スタンダードミサイル3通称 SM3 を予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表したわけだ。これはイージスアショアが使用するリム161スタンダードミサイル3通称 SM3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す型式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだったな。日本が時間と費用をかけてイージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないけど、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていたね。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここにイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なったよ。イージスシステム搭載艦はその建造の決定後に一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆されたね。ちなみに海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1万250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがわかるだろう。ここまで当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあったわけだ。また陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化してその影響を最小化するためとも報じられたぜ。しかし当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり実際の艦隊行動などを想定した場合には現実的ではないとの判断が下されたようで、今は基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されているよ。まあその規模感でも十二分に現行のイージス護衛艦と比べれば基準排水量でも 1.5 倍には相当するため、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろうな。さてそんな建造の決定から紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な名称としては令和6年度高型警備艦と記載されており、この表記は通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言えるよ。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業社が担当、2番艦を JMU ジャパンマリンユナイテッド社が担当することとなっており、前者の三菱重工業社による1番艦はこの2024年度に寄港される予定なんだって、イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、
2番艦が翌2028年中と目されており、飛行からはおよそ3年で実戦配備にまで至る計画となっているよ。この飛行から収益までのスケジュール感も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の機関であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すればかなりスピーディーな対応とも感じられるぜ。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末にはイギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として世界的にも著名なロールスロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表されたな。ロールスロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には同社の MT-30 ガスタービン機関が1隻2機実装されると報告されており、この構成は世界的も採用例の多い同機関でも初の事例となるとされているよ。このロールスロイス社の MT-30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称であり、大元は同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだね。MT-30 ガスタービン機関はロールスロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも最新鋭の護衛艦である最上型でも式として採用されており、こちらは同機を1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式となっているんだって。ロールスロイス社の MT-30 ガスタービン機関は、本国のイギリスではクイーンエリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、最上型だけで12隻の建造が決まっている日本の方がすでに採用席数は多いな。またそれ以外の国の採用例としてはまずアメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムボルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に前者は MT-30 ガスタービン機関が世界で初めて採用された艦艇でもあるぜ。さらにイタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国のテグ級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻あと追加で3隻が建造予定への搭載が MT-30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれるらしい。MT-30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろうね。ただし個人的にはもともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD のためのイージスアショアの代替を担うはずのイージスシステム搭載艦が、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには若干の違和感を感じすにはいられないな。日本は近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めていて、日本が向かう防衛力強化、特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されたよ。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担っているんだ。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているな。また、防衛省は、地上配備型イージスアショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換したぜ。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは地上型よりも迅速に展開可能であり、日本の防衛戦略において新たな次元をもたらすものと考えられているらしい。このように、日本は自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造はその象徴的な一歩だね。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。